はい、こんにちは。アクセサリーの動画、後編になりますね。で、前回は電源ケーブルをちょっと、付けたり外したりして、まあ動画のような感じが、表示したんですけどね、最後の曲の時に。これが現状でベストかなっていう感じで。まあ電源ケーブル余っちゃったんですけどね。まあ別に余っても他に転用できるんで、全然問題ないです。で、あと残りは、オーディオボードと、あと、ウィンドベルのインシュレーター、あとケーブルインシュレーター、3点ですね。で、まあ、それで、一応ね、自分が狙ってる方向にちょっといければな、とは思ってますけど、まあ、一応決着ついたんでね、動画すぐ撮影してやってますけど、これもう時間かかりました。すごい まあ、で、あとでね、ちょっと突っ込まれると嫌なんでね、最初に言っときますけど、ハードが3台あるのに新調したのが、ボードとインシュレーターはなんで2セットしかないのっていう こと言われそうかなと思って、ちょっとドキドキしとったんですけど、まあ、正直に言いますと、ここですね。ここに入ってる CD プレイヤー、高さが足らんもんで、ボードが入らないんですわ。これ で、インシュレーターも同じ。入んないです。もう、上足りないんで、まあ、ちょっと、お楽しみですな 完全に。もう、これ入んないって分かっちゃったもんで、最初から2セットしか買ってないです。ボードもインシュレーターもね。で、まあ、ちょっとどうしてもね、真空管アンプはちょっと熱の関係で上の段に乗せなきゃいけないっていうことで、もう上が埋まっちゃってるわけね。で、下に乗せればいいじゃんっていう話なんだけど、下結構ね、埃が舞うのよね、割と。まあ、まめに掃除すれば問題ないんだけど。あと、使ってる RCA ケーブルがね、すごい短いやつなんで、このプレイヤー、下に持ってくるとケーブルが届かないです。まあ、どの道、真空管アンプを2台ここにセットした時点でも、CD プレイヤーここの段かここの段、ここの段しか置けないんですよね。なんで、結局、まあ、ボードとインシュレーターはもう、最初からエソトリックのプレイヤーに当てがえないという 計算で2セットずつ買ってるの、試行錯誤で、やりましたけど。まあ、後で言われるとね、ちょっと辛いかなと思って、もう最初に言っちゃえ。ね、なんでも隠し事は良くないって。で、一応、大体、うまくいったと思うんだけど、まあ、自分も概ね、まあ、これ以上望むのはもう、あとハードの表現力だけなんで、ちょっとここかなっていう感じまで追い込めたんでね。まあ、あと、視聴動画見てもらえるとわかると思うんで。で、今回のやつは、ボードはね、この黒いやつは割と音を占める方向性のもの。おおらかに鳴らすものではないんで、まあ、2種類あるみたいでね。割と、響きを出すタイプと、締めるタイプ。で、うちはちょっとね、この部屋最初、物置だったんだけど、使ってなくて。で、まあ、オーディオやろうっていうことを決めて、全部荷物出して、で、最初に、ラックとチェアを買ったんですよね。去年の、11月の中ぐらいかな。で、まあ、ちょっとね、最初からちょっと、ぶっ飛ばしちゃうと、あと資金足りなくなっちゃうんじゃないかなと思って、ラックの予算割と結構控えめに抑えて購入したんですわ。で、朝日木材の、朝日さんとこのラックがいいなと思ったんだけど、あそこの20万ぐらいするんでね、オーディオラック。ちょっとこれ、最初にこれを手出しちゃうと、ほかほかちょっとね、予算足りなくなって、なんか、買えなくなっちゃうかな。っていうものが出てくるのは嫌だなと思ったんで、最初とラックは抑え気味で、ね、これ6万か7万ぐらいで済んだんだけど、ただその寸法にね、サイズに融通性がないんで、もうこういうスタイルなんですよ。まあ、円柱を交換できるのかな、これは。で、そういうの知らないで買っちゃったんで、まあ、こんな感じ。で、多分これ、MDF 合板だと思うんだけど、スピーカーでね、音鳴らして、まあ、曲演奏中にね、手を当てると、相当ここ振動してるんですよね。ビン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 。ね、これはちょっとなーっていう感じで。だって絶対、
まあこのラック買っちゃった時点でオーディオボードはいるんじゃないかなと思って、精神強いものがね、ちょっとできれば、だって響きを出すタイプではなく、逆に抑え込むタイプのボードでなんとかならんかと。このボードの、天板の振動の転写をなんとかボードで抑えたいっていう意味合いがあってこっちにしたんですけど。で、あと今回はね、自分的にはね、これなんですよ、これ。このインシュレーターに一番すごいなんか期待してて。で、これもね、発売がね、2012年か13年かちょっと詳しいことわかんないんで申し訳ないんですけど、結構前だ。8年か9年ぐらい前に発売されてると思うんだけど、なんかそういう、なんかアクセサリーのおすすめとかでね、そういうもの一切出てこないんですよね。まあたまにブログで、本当にたまに見かけるぐらい、オーディオやってる人のブログでちょろっと。あとはなんかそういうものを店のおすすめとかね、そういうものを一切顔出してこないんで、たまたまこう、なんか物色してる時に見つけて、何これっていう感じでね。で、4個で5万円？高っと思ったけど、まあ他にね、アクセサリーって高いもんいっぱいあるし、で、これよく見ると、4個で5万円だから、1個1万3000円ちょっとぐらいね。で、自分も部品メーカーで働いてるんで、こういうもののね、構造を見ると、コストかかってて、まあ、どのぐらい原価って大体おおよその予想はつくんですよ。外注に出して作ってもらうとどのぐらいかかるとか。で、ここはね、もともとオーディオ機器の専業メーカーではなくて、免震の特許を持ってる会社がやってるんだよね。まあ、オーディオの機器のこういうものをうちの技術で作ったらどうかなっていう。だからまあ、新規参入というか、全然、もともとさ、オーディオ機器をやってるとこではないんだけど、東京スカイツリータワーのね、基礎の免震構造とかも請け負ってるとこなんで、見ましたわ。ウェブで。まあ、すごいとこね。本当に。まあ、その特許持ってる技術使って、この中に板バネ入れたらしいんですよ。で、まあ、詳しいことはね、ちょっとね、実際こう、ウェブで見てもらって、口頭でなかなか説明するのは難しいんだけど、要はもう、外部から来る振動、これカップ二重構造になってんだけど、まあ、遮断しても一切こう、機器に振動を伝えないと。そんなような作りになってるんですよね。見るともう、ものすごい精巧にできてるんで、これ。まあ、これ逆に、4個で5万円だったら、安いと思うんだよね、僕らから見ると。まあ、アクセサリーという観点で見ると高いけど、作りはね、本当にすごいわ、これ。で、まあ、よくわからん素材をね、合わせてなんかインシュレーターみたいにしたやつ、5万とか6万とか売ってるけど、そういうものは高く感じるけどね、わからんもんなもんで。ただこれは工業製品と見たらもうかなり精巧に作ってあるんで、これちょっと期待しとったのね。で、これはもう何？微弱なアナログ信号を扱うところに使えば、ものすごく効果あるんじゃないかと。で、まあちょっと期待して2セット買ったんだけど、でも最初からね、プリアンプに使うことはもう決めとったんですよ。絶対にもうここに使うと。で、プリと CD プレイヤーって決めてたんだけど、CD プレイヤーは入らないんで、で、結局、まあさ、パワーアンプに当てがったんだけどね、ラックスマンの。このパワーアンプね、奥行きが本当にない割に、後ろが重いんですよ。すっごく。まあ真空管アンプってみんなそうなんだろうけど、トランスとかの配置の重量の関係でね。で、これバネで受けるタイプなんで、沈むんですよね。乗せると。機材を。なんで、重量バランスが著しく偏ったものは ダメなんです。使えないんですよ、これ。後ろに傾いちゃって。で、もう少し奥行きがあれば、前後の重量バランス緩和できるんで、ちょっと傾いたぐらいだったら使えるのかなと思ったけど、かなり後ろ沈んじゃうんで、これはまあ、ダメですと。パワーアンプには使えんっていうこと。で、3点指示も推奨されてないんで、基本4点で使うと。で、機材についてるインシュレーターとかあったら全部外して、外してくださいよと。もう細かく指定されてるんで、使い方が。でないと、本来の力を発揮できんと。
まあ、4つ余っちゃったんだけど、なんか、他にね、使い方があるみたいなのね、これ。見ると。で、スピーカーの上に置くっていう使い方ができるらしくて、どういうこと？と思ったんだけど、言葉で説明するのは難しいんだけどな。音が鳴ってる時にね、スピーカーのキャビネットも振動してるじゃないですか。で、積極的にキャビネットを鳴らして、鳴らすタイプのスピーカーと、キャビネットをあんまり鳴らしたくないスピーカーと両方あるんですよね。で、それはどっちかはわからんのだけど、自分の持ってるものは。ただその後者のスピーカーに対して、スピーカーの天板の上に置いてやると、キャビネットの振動をこいつが逃がしてくれるらしいんですよね。風鈴効果とかいうもので。そうすると、俗に言う、なんかスーパーツイーターを置いたような効果、近いような効果が得られると。なんじゃそらって思ったんだけどね。まあ、わかんないんでね、理屈的に。なんとなくしか。まあ、実際試してみるしかないなと思って。で、今回、ワンセット余ったんで、2個、まあ、スピーカー各1個ずつ置いてやってますわ。で、まあ、風鈴効果ってなんだんなと思うけど、これ指で弾くと、ね、完全にこう、中古で浮かした状態でバネでついてるんで、まあ多分これが上の部分が、カップの部分が振動をこう、取ってくれるんじゃないかなと思って。まあその辺はちょっとね、百聞一見しかず、まあそう、ね、実際音出ししてるところね、実際聞いてもらって、で、これはね、スピーカーに置いた、まあ今回はスピーカーにも置いてるんだけど、スピーカーに置いた状態と置いてない状態でね、一回、動画一本作ってみようかなと思います。それぐらいちょっとびっくりしたんだよね、これ。まあ、で、そんな感じで、まあ、ちょっと、冒頭喋り長くなっちゃいましたけど、まあ、視聴動画入りますね。で、最初は、前回の動画の状態で、一曲鳴らして、そんで、その後に、棒でインシュレーター、ケーブルインシュレーター、などなどね。プラスアルファで追加した部分を、曲流しますんで。じゃあ、それではちょっとね、撮影のセッティング入りますんで。はい、一回止めます。I've searched for your love, never losing faith that one day you'll be mine. Ever since the time I saw your face in a dream long ago, I needed you so, and now I'm so glad I found you. With you, the sun is always shining, love is always finding its way through whenever I. Never ending, my life is just beginning. It's beginning with you. Day and night, I long for your touch as I travel on through the wind and the rain. I knew I'd have. If I could feel your heart next to mine, somewhere in time, we spend our lives together. With you, the sun is always shining, love is always finding its way through whenever I am. My hope is never ending. My life is just beginning. It's beginning with you.
shining. Love is always finding its way through wherever I am with you. My hope is never ending. My life is just beginning. It's beginning with you. Beginning with you. I've searched for your love, never losing faith that one day you'd be mine. And ever since the time I saw your face in a dream long ago, I've needed you so. And now I'm so glad I found you. With you the sun is always shining. Love is always finding its way through wherever I am. With you, my hope is never ending. My life is just beginning. It's beginning. I long for your touch as I travel on through the wind and the rain. I knew I'd have it all if I could feel your heart next to mine. And somewhere in time we spend our lives together. With you the sun is always shining. Love is always finding its way through wherever I am. With you, my hope is never ending. My life is just beginning. It's beginning with you. Shining, love is always finding its way through wherever I am. With you, my hope is never ending. My life is just beginning. It's beginning with you. Finding its way through.
My hope is never ending. My life is just beginning. It's beginning with you. No one here.
はい、お疲れ様でした。あんまり聞いとってね、気持ちいいもんで、すいません、一曲プラスじゃ追加しちゃいましたけど。そうですね、もう今回購入したアクセサリーで音作りしたらこんな感じですね。ね、まあちょっとこのプリアンプに入れたインシュレーターが強烈ですね、これ。本当に。本当に。ね、情報量すごい増えたし、ね、細かい音本当によく出てるなと。ね、入れる前に、出てなかった音あるんでね、結構。だと、音の消え際も本当に綺麗に繊細になくなっていくんで、と思って、これちょっと、かなり、やばいね。やばいったらおかしいんだけど。もうちょっと追加で他の機材にも入れたくなっちゃうね、本当に。まあ発売時期がね、結構前なんで、こういうものってぶどまり悪いじゃないですか、商品の回転が。だからいつ生産終わってもおかしくないんで、まあ早めにね、ちょっと2セットか3セットぐらい確保しておこうかなって、音楽聴いてる時に思っちゃいましたわ。本当に。もうね、重心がちょっと低く下がって、ほんで、解像度も出てるんですよ、割と。低域の方ね。で、上のちょっと高音のとこの、すごい繊細な音も綺麗にほぐれるし、これ多分動画でも出てると思うんだよね、差が。だから風鈴効果なのか、ちょっとわからないですけど。で、ケーブルインシュレーターも、うん。個別に入れて視聴動画してるからね、何がどうこうっていうわけじゃないんだけど、まあ聞きながらヒアリングしながら足したり入れたりとかやって、結局5分になったんで、まあもう今回はもうほんと概ね満足ですね、スピーカー。うん。まあこれだったらね、新しいの車で全然我慢できるんで、いい休日が過ごせそうですわ。はい。あとそれとですね、なんか質問とかね、あればもう、気軽に普通に、どんどんコメント入れてもらって結構なんで、まあ。あと、うちはまだ、チャンネル立ち上げたばっかりなんでね、視聴者の方、登録も少ないし、コメントも、1件か2件ぐらいしか入らないような状態なんだけど、最初の頃からね、熱心にコメント入れてくれてる方がおって、動画のリクエストがあったんですよ。で、まあ、こういうことを始めるきっかけになったね、トライオードの真空管アンプの音出しやってもらえんかなっていう話でコメントあったんで、で、まあ、それだったらね、全然対応可能なんで、まあ、だから、前回に言った動画とね、被るんだけど、まあ、シングルアンプ使って、こうね、先週入ってきたシングル用のスピーカーで音出ししてみようかなと思います。まあ、これ使うつもりでおったんだけど、最初は。ただ、リクエストでね、真空管アンプ、トライオートのやつ聞いてみたいっていう人がおったんでね。まあ、ちょっと、嬉しいですよね、そういうのね。メールが来て、こういうの見てみたいなっていうの。うん。まだまだちょっと、やる気満々なんでね。ちょっと大変だけど、頑張って撮影して、ね、空気録音して。まあ、次、この動画の次、が次ぐらいに上げれるようにね、ちょっと頑張ってやりますわ。うん、そんな感じですわ。はい。一応、アクセサリーはね、もう今回で一応終わりなんで、まあ他にも買ったやつあるけど、あれはもう別に今すぐ使う必要ないんでね。だからまあなんか機材買い足した時とか、シングル用のアンプ、あっちに使うのかもしれないし、まあ、後々ね、ストックしておいて、なんか、音聞いた時に違和感あった時に、なんか足したり引いたりする時にまた、そういう新しいものがあると、ちょっとね、詰める時楽なのかなと思って。まあ、ストックして持っときますね。で、まあ、シングル用のアンプの時に、余ったボードとか、電源ケーブルとか使えるんで、まあ、インシュレーターもね、まあ、活用の仕方はいろいろあると思うんで、その辺はうまいこと工夫してやってきますわ。はい。じゃあお疲れ様でした。次の動画もよろしく。